こんにちは、沼です。パワフルサッカーやっていきます。今回は石津くん使いに行きましょう。で、今回レベルアップの手付け方を持ってきてます。で、イベント結構こんな感じです。で、今回石津くんがメインですね。ダッシュ、シュート力、ヘディングと。で、体力回復イベ多めと、45で試合経験点つきますと。で、僕 PR3 枚入れて3解放して、神解放でこいつは一気にプラゴになりましたと。で、矢部くんがあと45、1人だけかな。矢部くんはなんか矢部くんばっかり出たんで、普通に45になったんですけど、こいつは神解放ですね。で、あとは矢部くん、店、左くん、碧くん、で、相原ちゃんと。これで行きたいと思います。行きましょう。おぉ、いいや。で、そうですね、試合経験点が今 40% 積めるようになったので、もうかなりデッキは揃ってき始めてるかなと。で、上限解放をもうちょっと進められれば、まあ、そろそろガチリ始めてもいいかなと。もう全力で全力でやってるんですけど、やっぱりその、上限解放がね、しっかりと進んだ後に、超本気でいきたいなっていうのありますね。で、相原。で、まあ、MFI だと、正直なところ、テクニック3の方がいいですね。スムーとすれば。今回は、試合経験点のメンバーの関係で、スピード2にしてますけど、やっぱテクニックの練習レベルが高いんで、個人的には、テクニックを3積む構成の方が強いんじゃないかなと思います。お、早速びっくりしてくれた。ナイス。あとは、アリジャちゃんを使ったデッキとかも考えてみたいですね。せっかくなんでね、シュート力持ってますし、石津が。休むか。お、素晴らしい。うん、相原とりあえず垂らしますか。足りたの今ので。うん、これが素晴らしいですね。で、テクニックかな。あ、まあ、こういきますか。めっちゃ来るな、このイベント。うん、素晴らしい。俺と付き合ってよ。素晴らしい。なんかやる気上げてくれるイベントがあったら助かるけど。新設プレイヤー。新設プレイヤー。あれ？これか。一番上だな。ただやる気、助けたら10上がるな評価。その方がいいな。うん、やる気も上がった。しかも、二人精神。おー、まあいっか、こっちでぶっ放すしな、どうせボランティア。なんかめっちゃめちゃ来ますね、このイベント、本当に。もうジョルジュがいたら死ぬほど、死ぬほど評価上がってピンクになってますね。み
ミニゲーム久しぶりにやるけど大丈夫かな、大丈夫かなって感じしてます。うん、大丈夫でしたね。さすがに大丈夫でしたね。マイク遠いけど大丈夫かな、これ。OK。うわぁ、素晴らしいぞ。めっちゃ走る。君の回だから走ってほしいところで走ってくる。あー、精神生きた。うん、ドリブラー行きますか。メダル30枚。ミスるかもしんないです。久しぶりですし。っていうね、言い訳をね、必死にね、考えながらね、いつもプレイしてます。なぁ、どう言い訳しようかなぁ、みたいな。もう黙ってやんないと本当に無理ですからね。難しいやつは特にですね。これはまだ大丈夫だな。まだまだ黙ってないぞ。てかめっちゃ来るな、マジで。思い出の作家だし。依存全く分かんないなって。何依存なんだろう。とりあえずテクニック20にはするか。店行きたいっすね。大一番取るかな。大一番さっき。1。2。1か。待ちません。うん、キープかー。キープもらえるからな。しかも5もらえますからね。うん、相原が完璧です。おお、え、めっちゃ走るやん。これいいかも、行くかも。やべえ、坂。うん、めっちゃ走ってますもんね。点数もめっちゃ出てます。神回やるかで。ない、これはいってもいいかな。体力アップだしな。か、もう相原のデート進めますか。技術、筋力、技術で。うん。お疲れ。おーい。シングルならもう、スルーです。そうなんだよな。チームメイト評価上げらんないからな。だから行きたいんですよね。30だし行くか、これ。か、これ行く。50。そう、チームメイト評価がいかないと上げられないんですよね。これ衝突していいやつだっけ。プレッシャーかかってきた。慎重に行きましょうか。さすがにイージーなんで大丈夫です。お、テクニック練習アップ。お休みっすね。ただでは休まない。うん、相原の体力回復も2回なんで、まあいいでしょうっていう感じですね。これいっちゃって。
割とイベントは走ってるな。お、素晴らしい。本当に素晴らしい。矢部くんがコツくれないぐらいですもんね、今。で、店がキープくれてしまったぐらい。他は、かなりいい感じじゃないでしょうか。回復コツクロス。クロス行きたいですね。店か。行っちゃうか。技術足んないもん。で、クロスを取得しに行きますか。石相撲、ハートが4ですね。ね、確かこれ、レベルに応じてだったと思うので、早っ。OK。そうですね、レベルに応じてだったと思うので、レベルが40以上になるとハート4になるみたいですね。お、マジで？早っ。めちゃめちゃ走るな。パーサカってこんなにイベント走るゲームだったっけ？よっしゃ、いいタイミング、そして。うわ、やばいやばいやばいやば。早い。すべてが早い。テクニックが上がるイベント、イベントというか来ねえな。下りが、やばいぞ。スピード上げてるけど、こいつって、あ、いいのか、いいのか、スピード上げて大丈夫だ。うん、56、素晴らしい。やる気効果ですね。回復コツも欲しいけど。おわ、素晴らしい。矢部くんどうした？結構踏んでるけどくれないぞ。足元観察で切っていきます。引き察知と展開力テクニックですね。うん、ダブルじゃない限りは。で、先に、あ、スタミナ上げるか。まあ、シード目だろ。干せるかな。35枚。角では割と成功しているイメージありますけどね、僕の中では自分が。OK。 ディフェンス練習か。お、頼むよ。スピード C、 ナイス。もろたで1個目。うわ、このコツタック、コツタックだよねこれ多分ね。あ、違った。で、あと3ターン。1、2、2ついければいいかな。一回休みますか。か、突っ込んでいくか。体力関係しそうだしな。やば。おー、走るな。後入れはまあ微妙な感じではありますけど。障害物に当たらず15秒。やべ。反応が遅い。
うん、やばい、下手になってる下手になってるうん、やっぱやらないとダメですね。下手になってますね。ゴリゴリ体力持ってかれるな。体力ゼロでよかったな。うわ、すげえ。本当に、え、招き猫持ってきてないっすよ、僕。これ行ったらめっちゃ大きいんだけど。にしても何もできません。にしても何もできませんね。矢部くんが通ったこの初期値を信じますか？この能力値か。まあ、ここで上げるんですけどね。45枚。ちびっこ大会も大丈夫だろう。多分。で、まあ、時間制限ないので、ただこのサイドに動く動きが早くやれれば何の問題も。ここですね。うん、オッケー。うん、体力が上がったでよかったな。うん、素晴らしいですね。むしろこんなに出たっけな、こんなに出たの初めてじゃないかなってぐらい出てますね。なので頼むよ。うわ、マジやばいぞこれ。更新ある、全然更新ある。今んとこ何がダメかってこの辺の引きが全く来ないっすね。それだけなんだよな。体力戻さなくていいかな。どうせ戻ってくるよね。いや、戻しますか。いや、これ行かないといけないか、そもそも。フェアプレイ先行きましょうか。で、ヘキ君先やんないと、次ですね。4ターン目で、フィジカル系いけないんで、調子安定取れないんで。なんか、遅いな、当たりそう。いや、特能系来ないっすね。パスとかめっちゃ来てほしいんだけど。てか、特能僕全然取ってないくないっすか。ダッシュすらないぞ、これ。いや、これは後でいけると。この体力回復どうしようかな。まあ、行っちゃってもいいかな。成功できるかわかんないですし、行くか。そもそもそうだな。うぬぼれてましたね。成功できるかわかんない、そもそも。あ、今、店使っちゃったのか。それはきついな。それはきついな。これ店やりたかったな。割と難しいんだよな。おいおいおい。もう大丈夫だ。うん。オッケー、今んとこのお店ですね。もう素晴らしい。体力回復いらなかった。ちょっとこれやばいぞ。めっちゃ来てるぞ。あとはコツなんだけど、コツがほんと来ないっすね。うん、これ行った方がいいレベル。ヘディング。さっきもらったね。完璧やんけ。からの？うわ。コツこんな。うん、調子安定もらいに行きましょうか。
てか天才覚醒がもしかしたらあるかもしれない。いや、夢は見た方がいいですからね。うん、今のところほぼほぼ完璧できてますね。本当にびっくり踏んだ時のコツがもうちょっと良かったら、これはもう爆発がやばかったなっていう感じはあります。経験点超出てるよな、これ。でイベントもそこそこ走ってるので、ヘッキ君以外は。ヘッキだけだな。なので、結構チャンスはあるかもしれないですね。うん、行きたいんだけども。フィジカル。テクさん、タイエース、テクヨン。全部行きたいやつだ。で、ヘディングはもらってると、ただダッシュがね、あるからな、こいつ。ただ全部いいんだよな。全部いいんですよね、マジで。恐ろしいんだよな、この良さ、引きの。タックでもないしな。はい、行きますわ、これも。まずこのテク4ボックス2ボックスにしましょうかね。押せるかな？正直あんま自信はないです。え、うっそ。まあ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 。いや、取れなかった。いいよ。きついか。うわ、34だ。あー、あと1。やってしまいましたね。体力も余裕あったんで、ぶつかってってよかったっすね。まあ、失敗しなかったことが、よかったですね。お？ああ、うわ、トラミ。店にやられました。で、これ行きましょうか。12秒以内。うわ、店やらかしてくれんな。やらかした。あー、今ので集中力切れましたね。くそ。とりあえずタイヤさ、これ。お。うわー、店。店の先般具合やべえ。店ほんと成功せんな、こいつ。テクニック行きましょうか。もう A にできるな。A 止めでいいですよね。つか4だったな。クソ。やってしもた。休むかな、一回。いいかな、行っちゃうか。行っちゃいますか。もう上げて行っちゃいましょう。うん、今のところミッションは、全取りはできてないですけど、ミスはなしですね。失敗はなしですね。これ当たっていいんだっけ？これはさすがに当たっていいやつだろ。OK。勘が戻ってきましたわ。フィジカル取ろうかな。
フィジカルコツ、割と大事かな。まあ、タダでもらえるんであれば。ナイスミカン。コーチングダッシュ、オッケー、大一番。いいよ。素晴らしいですよ。1、2、3、3ついければいいかな。あ、4つかな。1、2、3、4つか。お、1番か。そうすると、まあ4つだな、いけたら。なのでこれからいきましょうか。ん、スタミナアップするのこれ。65、はい。いけんやんけ。ほーんと、これいきましょうか。いやー、僕ほんと店だけは成功せんですわ、本当に。店の失敗率は本当に恐ろしいですわ。よっしゃい。スルーパス大事ですからね。これでダッシュ OK と。うん、これでいけるのか。まあ、大一番いらんかったかな。まあ、いっか。でも、ヘキ君が野生の嗅覚くれないと結構きついですね。失敗してるんで。店がね。家の失敗がほんときついな。ディフェンス練習。君はそれじゃない。いや、マイベ素晴らしいな。完走したよな、全部ほぼ。テクニックいきますかね。うん、パス打つだけかな。欲しいな。キープはもう、店からもらっていらないんで。これ当たっていいんだっけな。毎回だな、当たっていいんだっけな。うん。あぶね、当たっちゃダメなやつでしたね。これでテクニックはほぼほぼ上がってきたと。デートでお休みでいいですね。デート進めたいっていうのもあります。で、体力回復ですね、これで。経験点は過去最高出ると思います。ただ、金徳がもう1個失敗してるんで、あとは、金徳何個くれるか、パスコツくれるかって感じですね。うん、やばいぞ、これ。とんでもないことになってる。金属くれ。キラー。パス。よし。よし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 で。ダブルなら行きたい。うん、ダブルでもないし、店が絡んでるわけでも、びっくりもない。はい。キラーから行きますか。パスコツからか。これは最悪3は取らんとやばいっすよ。でも結構僕これ失敗します。これなんか当たるんだよな。どうでもいいとこで当たるんだよな。
けるこれ。あ、足りた足りた。完璧です。さあ、これはしっかりいきましょう。過去最高点出てますからね。で、スピードスター取るか。で、キープも邪魔なんで、後で取っちゃいましょう。スマッシュって安いなぁ。あ、なんか、いろいろいい感じになってるな、気づいたら。行きましょうか。キック上げるか。あ、結構いい感じですね、やっぱり。はい、ということで勝てました。次行きましょう。すーげー、めっちゃ入る、やっぱ。うん、どこでもいいけどね。フランス技術だよな。あ、ダブルタックは行きたいぞと。で、行っていいやつですよね。お、来た。違う。フェアプレイだ。またダブルタック来てる。すげえな。で、キラーパス行きましょうか。で、ここボム使っちゃいけないやつだよね。18秒以内にゴールすればいいんだよね。余裕だわ、やっぱ50枚は集めらんないかもしれないですけど、これは余裕だわ。ミスる気しねえわ。お、来い、頼む。テクニック87だよ。うわマジ闇深えな。はい、で、休みますかね。回復骨も欲しいですけどね。もらっとく。いやー、もらっといた結果。精密、精密、ない。お、あった。キープもいらないですからね。一回休みましょうか。なんか上手いやつが来るかもしれません。お、そっちじゃない。上半身来たよ。いやー、これ2失敗痛えな。1だったらまだ全然っていう感じもあるんですけどね。で、ニセ君が3回ぶつかれると。ちょっと頑張って35枚集めたいですね。過去に何回か集めたことあるんで、まあ無理ではないと思います。で、今回ぶつかっていいしな。あー、一個取れなかった。いいよ、これはちゃんと集められてる。シュピーン。37。うん、余裕でしたね。 OK、 精密 OK。 金徳をください、僕に。いや、ドリブルキング痛いな、失敗。そしてスーパーサブになってるんです。ポイントこれ過去最高出るな、多分。トリブラ2取るか。うん、なかなか素晴らしい感じがありますね。行きましょうか。
はい、ということで勝てました。次行きましょう。やばい、金属足んねえわ。経験点でご利用するかって感じですね。で、コーチング行く。キープいらないかな。てかデートやばいんじゃない？デートあと3回残ってないか。ちょっとヒヤヒヤしてきましたね。こんなんやってる場合じゃなかったのかな。3回、6、5、4じゃ危険だな。もう行くしかないですね。よし。いやー、ちょっと40、80点のやつ行きたかったっすけど、しゃあないっすね。うん、整ってる。すでに整ってるってやばいな、これ。行きましょうか。はい、ということで勝てました。次行きましょう。マジで、これは、半端ない点入るな。うん、こんなに点入るなら本当にスピード差もないか、さすがに。うん、試合経験点、あと、ひよりくんがいるんでね。よし、なんとか。なんとか4回目までこぎつけましたね。乗り込もう。で、ヘキくんは完走できなさそうですね。惜しいなぁ。スルーパスなんだよな。終盤もらいに行くか、頑張って。来るか分かんないですけどね。てか今、相原の評価10上がったけど、行ってないのかな。うわ、やば。やばい事実に気づいたぞ。あ、やばい！まずい！空デートですらなかった。ちょっとこれ、相原の評価が、マックスいけない可能性大ですね。うわ、これやばいぞ。おー、危ねえ、ひとまず。事務所のものですね。これ5だっけ ?10 上がんないとマジできついぞ。うわ、5だ。非常に厳しいな。いねえ。ああ、これ、ちょっとジョルダーノ監督にこびっとくしかない。これ、いかないかもな。あ、いかんな。いかんな。まずいこと出しちゃったな。で。うん、行きましょうか。あー、これちょっと今嫌な予感です。はい、ということで勝てました。次行きましょう。クッソポイントもらえる。もう109もらえる。この段階で。あ、いる。あ、ギリ足りるかもな、次踏めたら。ただもうすでに100ポイントぐらい損してる気しますね。今2回タックスルーしたから。あー、いかんなー、これ。うん、まあ、行けましょうか。はい、ということで勝てました。いやー、PK になってしまいました。後半オートでやってたら、気づいたら追いつかれてて、あー、やってしまったっていう感じでしたね。どっか重なってる相原。うわぁ。これ足りるかなぁ。とても怪しいですね。
多分ギリ足りてない感じするな。うわ、ギリ半減っぽいっすね。じゃあ行きましょうか。スタミナ A に振ってもいいかもな。うん、見た目綺麗ですからね、その方が。行きましょうか。で、最後は放送していきます。まあまあ、金徳2個をミスってますからね、ヘキ君も言ってないですしっていう開き直りで、この試合は頑張っていきたいと思います。ちょ待って、ちょ危な。今見ました、ザル守備ザルすぎる。お、あー惜しいな。やるな石津くん、これはもう勝てれば。ここは抜かせません。よし、右に預ける。やばい、右へ行く。裏を狙う。オフサイドっぽいけど、ボールを前線へ。カットされます。さあ一気にカウンター。敵強いだろう。やばい、ジョルジュ、ジョルジュ、右にボールを振る。よくやった。マルタ、いけ。ソメどうつなぐか。こいつが追いつかれたらもう本当考える。どう攻撃を組み立てていくのか。ドリブルで左へ。うわー、奪われた。ボールは縦を使います。そして奪っていく。奪います。さすがに早いだろう、誰よりも。さあ前、このフィールドの誰よりも早いだろう。1人で行く。オッケー、うわぁ、打たして。前に出す。マルタ、これはいいディフェンスです。前に預ける。ちょっともうこれは、とりあえず勝つ方向でいきたい。どうつなぐか。腹の斜め。一人で持っていきます。うん、とりあえず1点ですね。もう1点決めて勝てればベストですね。多分140点ぐらい入るんじゃないかな。全てをかけた決勝の舞台、あっという間に前半が終わりました。さあ試合経験点 50% デッキとかもやりたいですね。後半始まっています。さあここから縦にボールを抑えていきます。いいよ、来た、決めろ。ロングスを入れてくるか。どこに出してくる。ここで取られました。上がる。やばい。さあ最後のこれはやばい。抜けてくる。と取れないのか。シュート。ナイス。キーパー触った。とても危険です。集中が必要です。と。おい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 、落ち着こうぜ。いいよ、落ち着けられるよ君なら。やばい、スタミナ A だけども足りてないな。ナイス、まさかの5だからボールダッシュ。ジョルシュ、やばい、それはまずい、それはまずい。ナイスヤンセン。ヘオドル、いいよ。これはスローイン。これはもう勝てば OK 的なところあります。誰に出すか。ジョルジュから。やばい。そのパスはひどい。右に出す。後ろへ。よし、ゴン。イジズに渡してみるか。前線へ出す。やべ、体力ないわ。チッとチッと。全然切れ違うわ。さすがに入ってきたばっかのやつは切れ違いますね。奪われました。やばい、ここもうまく奪います。よっしゃ、落ち着いて。よっ、ちょ恐ろすぎ。ちっと空の店からの、うわ、でももう勝ったでしょ。縦にボールを送ります。 OK、 はい、勝てました。主人公も点取れました。さあ何点くれるんでしょう。
やば、154。 MFI is number one。 いや、これはやばいっすね。いやー、カラデートのところが普通にデートしてくれれば、それで、それだけで足りてましたね。くっそ、めっちゃ悔しい。半減した。240点飛びました。それでも結構出たんじゃないですか？うん、7917出てますね。なので結構いけると思います。スピード、なんかとんでもない余ってるけど。テクニックもあるし、フリーキック覚えたい。ロングスローとか行く？マーク外しとか行く？終盤。司令塔行ったら全て終わる気するな。ただこれ行って司令塔行けるからな。めっちゃ気持ちいい感じではある。そうでもないか。2ポイントだし。バックスピン行って、あ、でもビハインド行けばいいかな。これ行って、意外性行ってキック。あ、でも思ったより使い切れない。意外性やめますか？意外性が取るもないもんな。怪我？うん、スピード S がダメかもしれませんね、これ見ると。マリシア外したところでじゃない。マリシア外して、怪我外して。司令塔取ったらゼロだもんね。いや、なんか取ってるな、他。フリーキック。バックスピンか。司令塔。マリーシャちょうどいいよな、やっぱ。うん、これは外せません。この辺外しますか、終盤とか。終盤外したら結構いくんじゃないですか、なんか。フィジカル、怪我。お、いいんじゃないですか、これで。これでいきますか。うん、なかなかまとまりましたね。8000点いきたかったー。相原半減で金徳3つなしで SS 乗れました。これ SS1 も見えてますね、完璧。いやー、なるほどね。経験点でゴリ押しいけましたね。いや、これはまあ確かに綺麗だもんな、見た目。うん。っていう感じでしたね。で、ドリブルキングがかなり査定でかいので、これ来てたら、まあさすがにないか。さすがにないか。ただ2個来てたら確実にいけてましたね。SS1 行きたかったな。はい。掲載許可。ありがとうございました。うん。久しぶりに MFI やりましたけど、やっぱ楽しいですね。そして経験点積めると恐ろしく楽しくなりますね。これは。でもやはりテクニック3のデッキですね。を僕はおすすめします。まあ、モガミとか、こう、金徳の成功率高いやつで構成できればかなり面白いんじゃないかなと。と思いますね。で、このデッキはヘキ君も確かに金徳くれるんですけど、左君が決定力くれないと、まあ、きつかったり、左君自体が
試合経験点を持っていなかったりするので、まだまだこう完璧なデッキっていう感じではないかなとは思ってます。やっぱミセ君とアレで構成してこう特能がねほぼほぼ取り切るみたいなサクセスプラス経験点を積んだようなやつが、まあ、最強かなという感じはしますね。なんでアレ、エマちゃん、ミセ君、この3人で構成するテクニックのデッキが、ま、最も爆発力あると。でモガミを挟むと金徳の成功率上がるんで、まあ割とまとまっていくのかななんていう感じです。なんとか SS できました。よかったぜ。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのライクボタン、コメントお待ちしております。かなり頑張ったんだねこれも。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。やったぜ。